こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちら、赤じその季節がやってまいりました。赤じそ健康ドリンクは以前もご紹介しているんですけれども、今回はお砂糖を使わず発酵調味料のみりんだけで仕上げたとってもヘルシーなレシピです。赤じそは6月から7月にかけて梅干し作りのシーズンだけに出回る、本当に限られた季節だけの非常に健康に魅力的な野菜です。見つけたらぜひ手に取っていただきたい素晴らしい効果効能があります。この動画では赤じそ健康ドリンクの作り方、赤じその栄養や効果について、煮出した後の赤じそ再利用レシピもご紹介します。ぜひ最後までご覧になってください。赤じそ健康ドリンクの作り方です。まず材料です。赤じそ、こちら正味 100g なんですけれども、茎がついてて、その分でだいたい 150g ぐらいね、用意していただいた方がいいと思います。これから茎を取って葉っぱだけで計量をしていきます。そしてお酢とみりんです。今回みりんだけで甘みをつけていくんですけれども、みりんにはアルコールが含まれていて、このシソの栄養成分を抽出するのには非常に効果的です。できれば本みりんを使っていただくといいと思います。もし本みりんがない場合はみりん粉調味料でもいいし、お酒と何か糖分を代わりに入れて作っていただくのでも結構です。今回お酢はウェルネスというオリジナルのお酢を使います。玉ねぎ、りんご、玄米黒酢をブレンドしたヘルシーなお酢なんですけれども、お手持ちのお酢やお好みのもので大丈夫です。ではまず赤じそは茎を外してきれいに洗っていきます。ハサミでね、このように葉っぱの部分切り落としてしまって、茎と分けていきます。でまた赤じそを計量しますのでね、葉っぱだけを用意して、で 100g になるように調整してください。手でねちぎっていただいても大丈夫です。で今回ね、赤じそ煮出したものはまた再利用しますので、こういう長いね茎が出ているものはちょっとこう手でねちぎって取り除いておくと、このシソの葉っぱが食べやすいです。ハサミでもね、手でこうちぎるのでもどちらでも大丈夫です。シソの茎の部分と葉っぱの部分分けて、で葉っぱだけで 100g を計量しました。そしたらこれからね、シソをきれいに洗っていきます。きれいに洗ったら固く絞っておきます。みりん 400cc です。みりんを火にかけながら、きれいに洗った赤じそを入れていきます。このみりんに含まれるアルコールがね、いろんな成分を抽出するのに役立ちますので、アルコールが飛ぶ前からね、しそを入れてみてください。最初はね、もうもりもりなんですけれども、だんだんしんなりしてきます。煮立って赤じそがしんなりしてきたら、火を少し弱めて5分程度煮出していきます。でこの間にアルコールもしっかりと飛ばしていきますね。みりんが煮立ってきました。でしその方もね、もうしんなりしてみりんにひたひたになってしまうような状態になりました。ここからはちょっと火を弱めます。そして5分かけて煮出していきます。ちょっと表面がね、ブクブクっとしてるぐらいの火加減をキープします。ちょうど5分経ちました。今ね、こんな状態です。もうシソの存在がこんなに縮んじゃって少なくなってしまいました。はい、ではここで今度お酢を加えていきますね。もうね、5分も煮立てているのでアルコールも飛んでいます。お酢はみりんに対して半分ぐらいの量になります。みりんが400だったのでお酢は200ですね。もう健康ドリンクなのでね、なるべく素材こだわって作ってみたいなと思います。はい、じゃあこちらの方、火をね、もうぐっと弱めて、で今からお酢を入れると化学反応で真っ赤になるので、ちょっと見ててください。はい、こんな色です今ね。はい、一気に真っ赤になりました。
はい、この色の変化はね、お酢のね酸と反応しているだけなので何も心配ないですからね。綺麗な鮮やかな赤になりました。はい、でしっかりとシソの色をこうお酢の中で洗うようにして、でもこれでね火を止めます。でもしお酢の酸味が苦手という方は少し煮立てると多少角が取れます。はい、火を止めます。こちらのね鍋にまだ残っているシソからもギュッと絞ってしっかりとね絞り切っちゃってくださいね。はい、これでシソと液体をこしていきます。だけたくさんあった赤じそこんな少なくなってしまいました。はい、もうこれでしっかりとエキスを絞り出しました。赤じそ健康ドリンクの素、これで完成です。殺菌しておいた清潔な瓶に赤じそ健康ドリンクを入れて保存します。容器はねお好みのもので大丈夫です。こちらは傷みにくいものではあるんですけれども、念のため冷蔵庫に入れてください。そうすればね、半年ぐらいは全く問題なく召し上がっていただけます。ぜひ暑い季節の健康管理にお役立てください。赤じその栄養や赤じそ健康ドリンクの効果についてご紹介します。シソは古くから漢方医学で素養と呼ばれ、体を蘇らせると言われ、様々な薬効が知られています。青じそと赤じそには共通する栄養素があり、ビタミン B 群をはじめ各種微量栄養素が豊富に含まれます。独特の爽やかな香りはペリルアルデヒドと呼ばれる芳香成分によるもので、抗菌作用や食欲増進作用が知られています。赤じそ特有の成分では色でもお分かりの通り、赤い色素のシソニンが含まれています。シソニンはブルーベリーや赤ワインなどにも含まれるアントシアニン系のポリフェノールで高い抗酸化作用があります。目の疲労を緩和させたり、抗酸化物質として老化予防に役立ちます。またロスマリン酸というアレルギー症状を緩和させる成分が含まれるのも特徴です。赤じその動画はいろいろありますので、ぜひ合わせてご覧になってください。赤じそ健康ドリンクをソーダで割ってみました。ちょっとお味をお伝えしたいと思います。キリとした甘さで、まあ、甘さといってもほとんど甘みを感じないぐらい控えめなんですけれども、お酢の酸味もまろやかでとっても美味しいです。この赤じそドリンクは発酵調味料であるみりんの自然な甘さや旨味で、お酢の酸味をまろやかに仕上げたビネガードリンクです。赤じその相乗効果で体がシャキッと元気になるのはもちろん、この赤色のポリフェノールが抗酸化物質なので、これから紫外線強くなりますんでね、紫外線ケアにもバッチリです。水分補給にもなるので、ペットボトルに入れて持ち歩いてもいいですね。お砂糖たっぷりのレシピ多いんですけれども、これだったら躊躇なく楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ぜひお試しください。今回はお砂糖を使わずみりんで赤じその栄養を抽出した赤じそ健康ドリンクをご紹介しました。お酢の酸味もまろやかですごくさっぱりいただけるので、今の季節にしか出回らない赤じそ見つけたらぜひ作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。